スミスとジョーンズは、イギリスの長寿 SF ドラマ、ドクター・フーの第3シリーズ第1話。2007年3月31日に BBC1 で初めて放送された。以前2006年のエピソード、嵐の到来で、ジューマイア・アデロア役を演じた、フリーマージェマンが、マーサ・ジョーンズ役でデビューを果たした。本作では、宇宙警察ジュドゥーンが、ロンドンの病院を月へ転送し、 患者フローレンス・フィネガンとして病院にいた、吸血エイリアンのプラズマボアを討伐する。マーサの家族が初めて登場したエピソードでもあり、アッジョ・アンドーが母、フランシーヌ、トレバー・レアードが父クライブ、ググ・バサイ・コール・ローがアネ・ティッシュをレジー・イエーツが弟、レオを演じた。本作は主に2006年8月に撮影され、シングルトン病院とグラモーガン大学が架空の ロイヤルホープ病院として登場した。ジュドゥーンは、補鉄具を使用し、ヘルメットを外したジュドゥーンは、予算上の理由で一体だけとされた。バーブによると、本作の視聴者数は870万人で、その週に放送された、イギリスのテレビ番組で9番目の人気を誇った。評価指数は88を記録した。なお、放題、スミスとジョーンズは、ララ TV で放送された。 イのものであり、Hulu では、スミスジョーンズという別放題で配信されている。オープニング前のシーンがないエピソードとしては、9代目ドクターのエピソード、マネキング・ウォーズ以降最初のエピソードであった。これはいずれも、新しいシリーズの初回活新コンパニオンが登場するエピソードであり、同様の立ち位置にある、ドナとドクターにもオープニング前のシーンは存在しなかった。 主な撮影は2006年8月に行われ、追加の撮影は同年9月から11月に行われた。病院は8月の間に複数の場所で撮影されており、グラモーガン大学理学部とスウォンジーのシングルトン、病院、アスックバレービジネスパークが撮影に使用された。ベランダとスタッフのキッチンはトレフォレストのアッパーボートに位置するドクター風製作チームのスタジオで撮影された。 ターディスが止まった終盤の路地は2006年9月に、ポンティプリットで、マーサの家族が登場するシーンは、同年10月に同じくポンティプリットで撮影された。病院の全体的な形も、セートマス病院の正方形に似るように変更された。エピソードの序盤では、建物の一部を取り除かれた、シングルトン病院の正面のショットにロンドンアイが追加され、セートマス病院の位置にあるように見せた。 ドクターがドアロックを使ってドアを閉じる場面は本作で最後に撮影されたシーンでデイビッド・テナント自身の手ではなかった。当初当該シーンはドクターがソニックスクリュードライバーを使っていたが、先のシーンでソニックドライバーが破損していたことに矛盾することがポストプロダクションの段階で判明した。ドクターがドアロックを使うシーンは急遽撮影、挿入された。 本エピソード用の音楽のうち、マーサのテーマは、メラニー・パッペン・ヘームが歌を担当した。10代目ドクターを演じるデイビッド・テナントなどのメインキャスト以外では、以下のような俳優が出演している。モーゲンスターンはラジオ放送の間に、サクソンについて研究しており、本作の出来事が、サクソンの地球外生命仮説を正しいと証明すると主張していた。前は、消えた花嫁では、 サクソン氏がラクヌスの女王の船に対する破壊命令を軍に下したとされ、スピンオフ、秘密情報部トーチウッドのエピソード、キャプテン、ジャック・ハークネスにも、ボート・サクソンと書かれたポスターが登場し、同じポスターは第3シリーズの予告編で、マーサのタツ路ジに登場した。サクソン氏の存在は、第3シリーズを通したテーマとなり、第3シリーズの結末である、ユートピア、 鳴り響くドラム、ラストオブタイムロードでその真相が明かされた。本作でマーサは、u o ロンドンに、墜落でのビッグベンへの宇宙船衝突や、クリスマスの侵略者あるいは、消えた花嫁での出来事、嵐の到来のサイバーマンに対するカナリーワーフの戦いに言及した。また、彼女は、カナリーワーフで勤務して、行方不明になった10枚、アデロアを思い出しており、 これは同じくフリーマー・ジェマンが演じた嵐の到来でのキャラクターへの言及である。ドクターが病院の売店を褒めるセリフは病院に売店がないことに彼が不満を口にした新地球を反映している。ドクターはバナナのミルク世紀を注文しており、バナナについてはドクターは踊ると暖度の症状で以前に言及していた。またドクターは本作で X 線を左足に集中させて健康被害を回避したが彼は過剰な放射線による被害を幾度か受けており4代目ドクターと10代目ドクターはそれぞれプラネット・オブ・ザ・スパイダーズと字の終わりでそれぞれ放射線を理由に再生したマーサがドクターに兄弟がいるか尋ねた際にはドクターはいや僕一人と返答したドクターの兄弟は以前に ジャスティン・リチャーズが執筆、本作の台本編集を担当した、サイモン・ウィンストーンが編集した、スピンオフのニューアドベンチャーの小説ティアーズ・オブ・ザ・オラクルで言及されていた。兄弟の名前、あるいは少なくとも彼が使った名前は、アービング・ブラック・シャテルだった。ドクターは、ジョン・スミスという偽名を使うが、これは、ザ・ホイール・イン・スペースで、ジェイミー・マック・リモンから与えられたものである。 本作は当初2007年3月17日に放送される計画であったが ITV1 のシリーズダンシング・オンアイスと時間が重複することに気づき3月24日に変更された。さらに UEFA 欧州選手権のイングランドとイスラエルの予選通過試合が3月24日で重複するためそこから1週間引き延ばした3月31日に放送された。 スミスとジョーンズと言葉の魔術師は3月21日に報道機関にプレビューされ放送までの数日間新しいシリーズの古代宣伝が行われた特別に制作された第3シリーズの2本の予告編が本編放送2週間前に BBC で放送されこれらの予告編には第3シリーズのクリップ映像特にスミスとジョーンズのクリップ映像が使用された 日本では2011年12月17日にララ TV で初めて放送された。SFX のデイブ・ブラッドリーはスミスとジョーンズを5つ星のうち4つ星と評価し、本作を爆発的なスタートだと称してマーサのキャラクターとジュドゥーンを称賛した。イグンのトラビス・フィケットは本作を10点満点中8点にとし、マーサを素晴らしく導入しただけでなく、 面白い異星人の侵略のストーリーでシリーズが始まったと確信した。ザ・ステージの批評家、スコット・マ・シューマンは本エピソードの科学が綿密な精査に耐えられないとコメントし、マーサの家族についてはシットコムの風刺画にしか見えないとして本エピソードの最も弱い部分だと感じた。ただし彼はアジェマンと彼女のキャラクターを称賛した。 デジタルスパイのデック・ホーガンはさらに賛否両論の評価をしており、魔法のほんの一部がなくなったように見えるといい。フィネガンは最初のエピソードにふさわしいほど恐ろしいモンスターではないとし、マーサには複雑な家族関係が重荷になって、ローズ・タイラーやドナ・ノーブルほど良いキャラクターではなくなっているとコメントした。ありがとうございます。